大会前の臨時コーチ頼まれたんだ。休暇の間だけだけど。学校の方どうだ？いろいろやってる。試行錯誤しながらだけど。そうか。仕事の方どう？バリバリの営業マンさ。けどそれは仮の姿だ。何年、何十年か後には立候補するつもりだ。金も地盤もないけどな。その時はみんなで応援に行く。あ、そうだ、時男からね、手紙来たの。おお、そうか。元気か。俺はアルゼンチンでダイヤモンドを掘っている。なんだって？ここはいいぞ。みんな一攫千金を狙っててな。それでいてみんなギスギスしてなくて陽気でのんびりしてる。いい女も多いしな。俺も適当にやりながらそのうちでかい鉱脈見つけて大金持ちになる予定だ。みんなによろしく言ってくれ。いつか、またいつか会おう。みんなで会おう。変わらぬ仲間として愛という名のもとに。高子、ん？俺が東京を離れたのは。分かってる。私がもし言語でもそうしたと思う。そうしたと思う。今あの団地に一人らしいな。うん、再婚相手の方にお母さんも妹も行っちゃったから。寂しくないか？大丈夫、私強いから。じゃあ、俺、行くよ。それじゃあ、また。また。高子。前に言ったこと訂正するよ。俺も男と女の友情はあると思う。あると思う。